はい皆さんこんにちは消費生活アドバイザー一次試験スピード合格講座担当消費者分野1回目の講義を始めますレック講師の浅田健吾ですよろしくお願いいたしますはいじゃあ皆様ですね、えー、担当の消費者分野の方の解説講義の方を始めますご用意していただくものはこの一 1回目から6回目まで全て申し上げます公式テキスト5冊公式テキストですね公式テキストの方を5冊用意してください公式テキストですねこれを5冊ですね全部一応用意しておいてくださいよろしいですかこの6回全部使うもんですよそれからはい、レックの方から出ている担当式の問題集ですね担当式の問題集いいですね担当の問題集ですねはい、それから はいえー、消費者分野の解説集ですねそうすると全てで7つテキストが5つですねそれから問題集と解説集ということです、えー、1冊ずつで7冊用意してくださいはい。 すべて問題の方を解いていただいているということを前提に解説講義の方をやります。時間がもそしてあとですね私の方でなるべく皆さんにいろいろなことをお伝えしたいものですから。 えー、ポーズボタンや何かでね止めてください、えー、聞き逃したところはポーズボタンで止めていただくとか巻き戻しをしていただいてですね聞き直していただくような形でメモを取りながら聞いていただくといいと思いますはいよろしいでしょうかねお時間がもったいないので、えー、私の方ではねインターバルの方はありませんので、えー、よろしいでしょうかご自身の方でポーズボタンや巻き戻しボタンをうまく使いながらやっていただくという形になります。 はい、で問題の方は基本的には2020年の方から解いていくんですけど似たような問題のところは適宜指摘していきますのでメモを取りながら。 教科書のページのメモあ、ごめんなさい問題集のページのメモを取りながら聞いていただくというのがとても大事になりますじゃあ、えー、よろしくお願いいたしますじゃあ問題集ですねまず開いていただきたいのは問題集のページ番号はい、34ページになります投資番号34ページになります問題集の34ページそちらの方を開いてくださいもうすかさず始めていきますはい いいですかね。と問いの三十八という問題が出ております。でこちらの問題は取り上げますのでこちらの問題の方を見ていただければと思います。はい問いの三十八ですね。はいじゃあ皆様やってることころを前提で見ていきます。はい正しいか誤っているかということですけれども、まあ基本的にも解説集の方にも書いてありますので私ねままるかべっか言わなかった場合これ皆さんご自身の方で確認しておいてください。えそれは載っておりますのでね。 はい、じゃあまず見ていきましょう、はい、123が丸で45が一応ペケなんですけれども、はい、じゃあ見ていきます、はい、医療用洗剤ですね服洗う洗剤海面活性剤と、えー、洗浄、えー、いいですかね補助剤などで作られているこれ丸になりますで海面活性剤というのはちょっと分かりづらいんですけどこの海面というのは水と油の境目という味です。 面いうのは物質の境目ですから、はい、だから、えー、と一般的に服の汚れということは水汚れと油汚れなんでこの「海面」というのはこの洗剤について言わせていただければ水と油の境目ということになります。はい、いいですかね、まあ、で水になじみやすい浸水性と油になじみやすい浸「親油性」ですねこの2つを分けるんですねこれが海面活性剤ということになります。 いいですかね。はい。で、それをですね、より働きを界面活性剤の働きを助けるものがこの洗浄補助剤ということになります。洗浄補助剤がこれが助ける。ビルダーという言葉でよく使われます。えー、っと解説書の方にもビルダーというのがありますよね。つまり油と水の境目をですね、えー、より、えー 活性化させるための補助剤ということになりますので、まあこういうふうにこの二つですね。ちょっと界面活性剤言葉がわかりづらいですけどよろしいでしょうかね。はい、界面とは水と油の境目のことということになります。はい、よろしいですかね。はい、で先ほど言いました二番ですね。この界面活性剤には浸水性と、はい、それからこれはあります、そ、疎水基でもいいですね。あ、浸水基と疎水基ね。疎水基というのはこれ油の方と親和性があるものになります。 だから括弧書きで書いてありますけど疎、はい、水器と、はい、いいですかね深雪これ同じような感じで捉えていただければいいんですので,でこれも水も油も両方とも落ちるようになっているということですねここがポイントになりますので、まあ、1番2番同じような感じで考えていただければ関連性のある問題というふうに考えていただければいいかなと思います。はい、いいでですすかねね3番なんですけどもこれ、ね 石けんなんですけれどもこれはよくね何があるかというとね残った石鹸が服に残るとですねこの石鹸カスが時間をかけて酸化してですね黄色になっちゃうんですねあの黄ばみになりますこのことを黄変後変といいう形で言います要するに石鹸のカスはこれ弱アルカリ性ですねそれがどん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 酸化していただいてで服についてね嫌な臭いがついたりまああの黄ばみになってしまうという形ですね。 はい、だからここれ回るとということになります女性の方はお分かりいただけるかなという気がしておりますので、ねまあ、なかなか男性の方は分かりづらいんですけれども実は黄ばみになったり変な臭いが設計の場合残ってしまうということになります。はい、で4番これやや細かいことになります。4番ですねこちらの方なんですけれども中性弱アルカリ性の洗剤。はい 中性というのはこれは肌に優しい洗剤のイメージを持っていただければいいかと思います。中性の洗剤ですね。よくあるのがですねあの台所のでお皿を洗ったりねお茶碗を洗ったりするわけね。そういう中性これは そんなに強くないです。手手荒れとかね、肌荒れなんかを防ぐような意味がありますので、はい、これが軽い汚れだけを落とせるのが中性洗剤ですね。素手で触れる食器やなんかでよく使われるのが中性世界です。はい。で、弱アルカリ性、はい。中性では汚れを分解できるもの、分解できないのものですね。はい。 をやるのが弱アルカリ性ですねはいよろしいですかねでちなみにアルカリ性の洗剤は酸性の汚れが落としやすくて酸性の汚れというのは油になりますいいですかアルカリ性の洗剤は酸性の分解が役に立ちますので酸性の汚れの代表は油ということになりますよねはいよろしいでしょうかね弱アルカリ性でまあ油を落とすというようなイメージかなと思いますはいいいですかね でこれらの洗剤については再汚染防止剤ですねこれは何かというと水の中に分解している汚れがですねまた服やなんかにつくのを恐れる、えー、防ぐということになりますこれが再汚染ですからね、はい、水の中で分解されたものがまた服にくっつくと困りますよねそうういものになります、はい、で酵素酵素はこれタンパク質の一種なんですねそれで目的の物質だけ作用するという特質があります まあいろんな構造あるんですけども、まあそういうものだと思ってください。で次はですね、これ蛍光増白剤、まあ蛍光剤とも言い方をするんですけども、見た目を白さを保つものということになります。で市販の服屋なんかにはこのはい蛍光剤が使われているんですけども、洗剤で洗っているうちにね洗濯するうちにこの白い塗料に使われるね蛍光剤が落ちちゃいます。 だからその時の白さの低下を防ぐために洗剤なんかに経口剤が配合されているということがあるということになります。はい、いいですか、ね、したがってですねここね皆さんね解説集の2ページの方でご時間がある時見ていただきたいというふうに思うんですがはいいいですかね解説集の2のですね2ページの4の足の2行目。 はい、紫外線防止剤は中性と弱アルカリ性の両方に配合されているが、酵素やはい蛍光剤については配合されていない場合があるということになります。はい、まあ、洗うものによってということになりますのでね。いやいや細かいですけどよろしいでしょうか。はい、で5番ですね。はい、5番これペケになります。はい、ちょっとまあご自身でも問題解いていただいているという前提でやってますのでね。はい、ビルダーというのは先ほどやりました。 はい、ビルダーというのは、えー、足の位置で出てきている、ね、線状の補助材になります。従、はい、ってビルダーはペケですね、これミセルと言います。ミセルというものになります。解説の方にも書いてありますね、ビルダーでなくミセルというふうに書いてあります。はい、よろしいですかね。はい、このところを、えー、押さえておいていただければと思います。まあ、要するにある濃度以上になっちゃうと、このミセル。 がですね、これが腸面,面表力はほぼ一定になるということだからあまり洗剤とか使いすぎてもね効果は変わらないということです。 まだから洗剤は書いてあるね量を使わなきゃいけないですね書いてある分量通り使ってくださいということは使いすぎもいけないしねあとあまりにも少ないもったいないからってあまりにも少ないのもダメだということになりますはいこれはちょっと名前なんでねもう覚えてくださいビルダーではないのでねはいそのところはしっかりとえ押さえといてくださいはいじゃあ次行きたいと思いますはい次がですねはいえー問いの4次行きたいと思いますまあ三についてはえっとテキス あの解説紙の方にねテキストのところが書いてありますのでその辺を見てチェックしていただければいいかなというふうに思いますまあデータ的なところなんでねあのご自身でまあそれでいいかなって見ていただければいいと思います、はい、じゃあ次40の方を見ていきたいと思います、はい、いいですかね問いの40ですねはい中食外食というやつですね、はい、こちらの方大体皆さん言葉をお分かりいただけるかと思います中食というのはこれはテイクアウトとかね えー、お弁当とかかになりますす、はい、よろしいですかね外食とい、えー、うち食は家で食べるような家族でね調理して食べるものですねだから、えー、中食,は外,中食外食は食事行為の全部は外食ですねから、えー、っとここに書いてある期間ですね期間については、えー、昼食ですねである調理を家庭外の第三者に依存するということですね、はい、食の外部化ということですね。 はい、どん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 家庭で作らないで外で買ってきたりとかテイクアウトするものですね。デパ地下やテイクアウトになってくるということですね。この中食ですね。はい、いいですかね。これ丸ですね。はい、次機能性表示食品についてです。はい、表示されているものについてなんですけど、これ国が審査を行いはい、ここペケですね。事業者の責任ということになります。事業者の責任で行いということになりますので、ここの部分はペケになります。 いいですか。はい。でもう一つペきがあります。はい。食事ごとに消費者庁長官が、えー、許可をしているじゃなくて、これ届出ですからね。いいですか。えー、よろしいでしょうかね。機能性表示食品についてはこれは届出制です。いいですね。届出制。 いいですかねこれ絶対間違えていけませんねもう1個のキーワードが事業者の責任ということこれがキーワードになります事業者の責任というのがキーワードになりますのでここはお間違えのないようにしてくださいよろしいですかねで、ここなんですけど少し私が今から言うところメモしていただきたいんですけども260ページはい、260ページちょっと見てください問題集の260ページいいですか 皆さん260ページですよ私も同じように見てますので皆さんと一緒のペースかなというふうに思います260ページ問いの39ありませんか260ページねこれは平成28年の問題ですけど問いの39はい260ページ開いてますか大丈夫ですか、えー、やってない人は止めてくださいね、はい、時間もったいないですからじゃあ上から1234つ目の丸、はい、見てください上から4つ目ですね はい、いいですか上から4つ目、はい「保険機能食品の一つとして安全性及び機能性に関する科学的根拠などの必要事項を消費者庁に届け出て事業者の責任において表示を行う」はい、これ皆さん全部やっていただいているのは前提ですよ。はい、13番の機能性表示食品という形になりますね、まあ、ほぼ同じ問題ですね。 はい、よろしいでしょうかね、はい、これ出ておりますので、はい、このところをしっかりと、えー、見ておいてくださいということになります、はいね、同じような問題出てますからねこの試験結構同じような問題出ます、はい、じゃあ次行きましょう35ページの方戻っていただいてよろしいでしょうか35ページですねはいじゃあ次行きます次は、えー、タンパク質の、えー、表すものになりますね、はい、じゃあこれ見ていただきますこれ丸になります アアミノ酸スコアというのが出てますこれはタンパク質の量と必須アミノ酸がバランスよく含まれているかというのを数字で表した指標ということになります。いいですかね で必須アミノ酸というのは、これはね、体の中で作れない九種類のアミノ酸のことを必須アミノ酸というふうに言いますのでね。ちょっとこれ専門用語がいっぱい出てきてますけども、はい。このアミノ酸スコアというのが必須アミノ酸、タンパク質の量とアミノ、必須アミノ酸のバランスです。ね、これを数値化しているということになりますね。だからこれに出ている蕎麦とか大豆は高いわけですね。 はい、よろしいですかね。はい、で必須アミノ酸というのは体内では作る、作り出せないものということになります、ね。これ丸になります。はい、で次四番ですね。はい、今出てきた必須今度はですね、ミネラルということになります。必須ミネラルということになります。はい、よろしいですかね。必須ミネラルね。はい、こちらの方はですね。はい。ここ気をつけてください。はい。百って書いてますね。百ミリグラム以上が多量ですね。 いいですかね1 0 0ミリグラム未満の方がこれ微量になりますのでここは気をつけておいてくださいこれは解説冊子の方にも書いてありますのでねよろしいかなというふうに思いますはい、いいですかね必須ミネラルについては16種類というところも書いてありますのでこのところはよろしいでしょうかね16種類書いてあってで7種類で。 こちらの方が、えー、よろしいですかね。多量ミネラルということになりますね。はい、多量ミネラルというのが、えー、あります。よろしいですかね。はいいいですかね。多量ミネラル。で100、えー、未満の方がこれが微量ミネラルということになりますので、ね。よろしいですかね。このところの区別はしっかりとつけておいていただければというふうに思います。はい、いいですかね。 皆さん解説集の4ページのところになります。解説集の方の4ページですね、そこのところをしっかりと見といていただければというふうに思います。はいいいですかね。だからここのところは、多量に直しておいていただければと思います。いいですかね、はい。多量が7種類ですね。いいですかね。多量が7種類ということになります。いいですかねで微量が9種類 多量が7ですからね、微量が9ですから足して16ね。解説足しのところを見ていただければというふうに思います。はい、いいですかね。だからこれペケですね。ペケということになります。多量は7種類ですからね。一箇所だけ直してください。じゃあ次いきます。えー、次の5番もペケですけれども、はい。食中毒、はい。細菌については細菌の方はこれ夏ですね。で、えー、いいですかね。で、冬になるのはこれウイルス性になります。 冬の方がウイルス性ねで寄生虫はまあ年から年中というようなイメージでいいかと思います寄生虫は年から年中というイメージですね一年中という感じですからこれ寄生虫をウイルス性に変えてくださいねウイルス性食中毒によるというふうに書いていただければいいですね、はい、食中毒の原因、はい、主に5つあります細菌性とウイルス性といわゆる自然毒ですね まあ、植物と動物、まあ、植物はキノコ類やなんか、動物はまあ、フグとかね、そういうのを持ってください。あと、化学物質と寄生虫ということになりますね。はい、よろしいですかね。で、まあ、食中毒のほとんどの場合が、これが細菌型ということになります。まあ、夏になると、多くなってくるということになりますよね。はい、いいですかね。このところをしっかりと押さえておいて、いただければというふうに思います。